はい、中本武史です。ふわっちです。おいしゅー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 。はい、本日はですね。はい。あれが。ついにね。あれを、打たずにレビューしてありがとうございます。打たずにレビュー。ATF。あいつを。DX。おぉ。ありがとうございます。We are with。ウィアビーズ。あれなんかこんな感じです、たぶんそれ早稲田になっちゃうそれ多分早稲田とかなんかだった気がする大隈先生ね。はい、ということで開封していきましょう。ここまでは今のところ何も変わりません。まあまあ変わらないですよね。おキャップ、あ、キャップがついてんのは帽子がついてんのはあれなんですね、リムなんですね。あ、ノー帽子。ノー帽子ですね。これは何だろう。タオルと、これシューズプロテクトではなさそう。 ATF DX DX やもたいな、ちょっとでも。いや、ちょっとどうぞ、そうそう、いいですか。 1370g じゃないですか。お、さすが、さすがですね。こちらが ATF DX になります。お、聞いておりますか。お、YouTuber ですね、なんか。元祖、元祖 YouTuber ですから。ということで ATF DX、 今回は、モジュラースタビライザーがついてます。上下に、上下についてますね。ここにはつかなかったという仕様になっております。今回よりですね、グリップを一新したということで、このまあ溝があるタイプの、受け口があるタイプのグリップになっていると。ということでですね、皆さん打たないのって思っていると思いますので、打ったケワエ選手、うん、あと藤井選手言っちゃいましたけど、ケワエ選手曰くですね、ほぼメタ DX と同じぐらい振動がないと、うん、なんか打つ瞬間がカーボンで、打った後の残りがアルミって言ってませんでした。逆でしたっけ。それだった気がする。なんか逆、あ、そう、大阪で行ってたんですよ。なんで、どっち確認します。まあ、現在ですね、かなり品薄状況が続いておりまして、国内にも流通本数はまだ10本ぐらいしかないですね。全然ないですね。この白い ATF DX もすぐに売りに出されてしまうということで、お読みに。見た目はかっこいいですけどね。その大貫選手とかはやっぱり自分のこう一番合うじゃないかっていう、発売前からずっと言ってましたからね。自分に合うハンドルがこれ、これ、これやっときたみたいな、やっときたみたいなこと言ってましたから、ね、ほんと年々クオリティが上がってってるの、すごいですよね。綺麗ですよね、このなんていうんですかね、パールホワイトのこのキラキラした感じが。熱いね。熱いっすよね。いや、熱いね。いや、それこそそのポップアップの時にね、あの山内選手の弓を拝見させてもらったんですけど、はい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 、まあ特注で一応パール感をすごい強くしてくれてる。あ、そうなの。白みたいなんですよ。貝殻多め。貝殻多め、うん、だいぶ貝殻多めで、並べたらもう確かに全然、おーって感じだったんですけど。楽しみですね。うん、楽しみ。これは我々も打ちたい、打ちたい、打ちたい。抽選1名様にプレゼント打ったやつ、打ったやつとはいきませんので、すいません。もうちょっとね、まだ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 、ひよっこダイナスティーですので、買って打ってる人をね、直撃してちょっとインタビューしたいなと思います。どうですか、フワ店長的に。フワ店長的には使うラインナップですか、うん、これですか。はい、多分結構出るラインナップじゃないかなと思いますね店長的には。店長的、うん、店長一押し。だからやっぱりこれ結構やっぱ仕入れたいですねおお、うん、これ結構仕入れたい。そうだね、うん、今でもバックオーダー結構多いんですよ。4本か5本ぐらい入れてるね。入ってるんですね。で、このグリップがせっかくね、うちも俺、まさか、エイムグリップをね、出したてほやほやで、この ATF DX からグリップがね、はい、形が変わってしまうんですが、もう廃盤ですか。エイム廃盤かなと思わせて、ほう、 ATF DX のグリップ作ります。お、ありがとうございます。エイムでもこの ATF DX さんつくグリップを発売すると。いつなるか。今ならなんと、今ならなんと5月予定
ですが、今ならなんと全然5月予定です、はい、わかりましたすみません、一応で、はい、今ハッチかけてるんですが、うんうんうん、なかなか工場さんの方も繁忙期というところで、はい、我々のこの小ロットじゃちょっと後回しにされてると。いや、そんなことないですよ。そんなことないです。かなりロット数も大きくなって、皆様、あ、今回大きいですよね。はい、皆様のおかげでかなり本当にエイムがこんなに本当に嬉しいっす。いや、本当ですか。嘘っぽい。もうキムさんと、もういや、まあ確かにそうですけどね。確かにもうキムさんの力信じとずるいずるいずるい。キムさん見てますか。もうこんなこと言うてますよ。こうやって、うちはね、結構グリップの種類が多かったので、今までのやつも含めていっぱいある中でどれが一番出てくるかなと思ったら、今もう全然圧倒的にエイムが、ね、出てきてくれてます。ありがとうございます、キムさん。ATFDX、はい、それから ATFDX 用のグリップもいます、ね、ヌッキーの水ならグリップは廃盤ということで、もういいんすかね。廃盤です。廃盤です。ありがとうございますすいません、なんか大貫渡るエイムグリップに移籍しました。 W5 をね使ってますね、はい、W5 白をね使ってくださってますけども、在庫限りの販売ということで、はい、水ならグリップはそうです、まさかの廃盤ということで、お早めにねお買い求めてください。はい、じゃあということで皆さん、打たずのレビューで、はい、さらっとね、再来週には打てる予定にはなっていますので、そうですね、3月、うん、そうですね、また1ヶ月後ぐらいにはいいよいいね、ちゃんとしたやつを、ね、出したい、熱いねって動画を撮りたいですね。これみんな打ちたいと思うんで、ダイナスティメンバーみんな、そうね、うん、はい、じゃあということで皆さん、 ATFDX ね、ぜひ注目していただいて、多分この動画が出る前にこの白い ATFDX は、ダイナスティオンラインショップにて、売り出されます。多分でです ね、 ですね、エイムグリップの方は後日発送、そうですね、という形になりますので、今うちの、ね、オンラインショップで買っていただくとハンドルにグリップがついてくる、つきます、エイムグリップはね、なんですけど、完成次第優先的に送らせていただくということになりますので、皆さんぜひご検討の方よろしくお願いします。ありがとうございます。おやすみなさーい。